んだろう。男歩けば月目に当たる、そわそわするなよ心らが同居。構えて掴めばいいのさ、運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ一緒あとてらく生きにゃ。1枚ならいいけど2枚は分かんない。こんなに混んでるとは思いませんでした。お知らせします。ただいま12時20分から臨時特急。おい、特急やったらあるかもしれない。お知らせします。特急？ああ、高いんですよの。ただいま12時20分。この川の中にはな、ここにおる誰よりも金が行政に行ってんねんぞ。お前ほらいいですけど。俺にな、特急やったらちょっと早着くぞ。早着くんですか？5時間ほど。ほな、乗りましょう特急に。お前も現金やな、コロ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 変わって。まあええわ、カバンしっかり持って行ってください。頼むよ。おしまい。ツバメあるか？売り切れました。ほな2等は？ありません。1等はありますよ。2枚で1等ですよ。分かったな。2枚でございますね。わかりました。おい、しげこ、あったろ。あったあった。カバンしっかり持ってよ。ちゃんと持っとけよ。こちらでございます。ああ、どうもご苦労さん。どうぞごゆっくり。ご用がございましたらお申し付けください。どうも。はい、どうも。ここ。これ一等車や。一等？一等って？ここしか取れへんかって。一等って高いんですやろ？ああ、まあ三等車の3倍ぐらいやろな。あ、降りまよ。ほら、なんでや。そんな高いお金出しても三等より早く着くわけやないんでしょ？当たり前やねん。な、行けまへん。ほら、行こう。なあ、わしら東京行って新婚旅行でゆっくりしよう思ってたけど、ゆっくりできへんかった。だからお前、汽車の中ぐらいゆっくりしようやないか。それにわしは兵隊行くんじゃ。え、最初で最後のとびきり贅沢や。はい、座り、はい。もう出るんですか？ああ、あと1、2分やな。な、間に合いませんな。何がや。一頭乗るんなら、着物着ようかと思うて。アホ、まあ、着物は汽車に乗るんやないぞ。こちらでございます。君、これは一等車だろうね。はい。そう、私は間違ったのかと思ったよ。まあ、
パパもそう思いになって。もしなんなら席をお返しましょうか。うん、こちらへどうぞ。本当に申し訳ございませんが、そちらは予約席でございまして。そう、うん、ではどうぞごゆっくり。君、あ、ありがとうございます。あ、君、あ、これ一等車ないのか。一等車ですか。一等車か。はい。おい、一等車やて。わしはな、間違うてたか思ってた。え、一等車やて。よし、あんたな、ちょっと主義やるわ、主義。おり、釣りやるか。百円札なんて。どうか。よっしゃ、ほな、ちょっと細こしてやろうな。あ、あの、あります。お。さあ、成金かなんかでございましょう。いやね、だから日本人は。あんた、あの女日本人じゃないのかどうか聞いてくるんじゃ。やめてください、二人きりで乗ってるんでしょ。ちょっと座ってください。おい、ちょっとちょっと、あんた、この汽車は遅れてるんちゃうか。はい。なに、故障でもしたんか。いや、故障じゃございませんが。君、あ、どうして帝国に出ないんで。気象の方から待つようにと。君、日本の列車は世界のどの国にも増して帝国で走るのを自慢にしてるんじゃないのかね。あ、申し訳ありません。じゃあなぜ遅れる。実はお乗り遅れになっているお方がございまして。まあ、それで汽車が待つの。けしからん。一体誰なんだ。駅長を呼びたまえ、駅長を。は、あ、来られたようでございます。社長、あ、お着きだ。お席はどこ。あ、こちらでございます。よし。もの物々しいな。一体誰が乗られる。あ、石田閣下であります。ああ、石田さんか。しかしこれは軍の専用列車じゃないんだぞ。失礼ながら軍部優先にさせていただきます。社長、おい、 あの二人連れは誰だ。ついぞお見かけしたお顔ではございませんが。誰かのお忍びか何とかのお方じゃないだろうな。はい、お服装から見ましても。だがわしの敬礼にうなずきおったぞ。総理、お着きになられたぞ。あ、座席いいか。あ、乗客は二組で、一組は外務省の藤見閣下、もう一組は正体不明の男女が乗っておりますが。どいつだ。あんさん、なんや物々しいですな。ほっとけほっとけ、どうせわいらちゃんと金払って乗ってね。なんだあいつは。わかりません、聞きますか。いや、いい、先にお乗せする。なんか、あんたはいつ帰ってきますか。一昨日、久しぶりの日本なので京都へでも行ってみようと思いましてな。外務畑はのんきでいいですな。この汽車は何をしとるんだ。まだ出んのか。お、すぐに乗させるであります。おお、その
ものだ。エチケットも何にもない。他の列車とあんまり速さ変わりまへんな。当たり前やないかお前。駅取る時は一緒や。大変失礼ではございますが、実は座席を変わっていただきたい。変われとどこへ？あちらの車両へ。あちらへ？二等車の方へでございます。はい、お前らちゃんと一等の金払って乗ってんのやろ。それは存じておりますが。そうやったらなんで変わらんなら。ただいまより当列車内において軍の重大なる機密会議が行われ、したがって民間人は速やかに当列車から出てもらいたい。あ、さあ出まいよ。ほんなら、あの人らも出ていくんやろうな。あの人らかで民間人。あの方々は外務省の方だ。そんな光栄なことあってたまるか。はい、さま。あ、さあ、すいません、すいません、犯行分子だ。パパ、やっといっとらしくなったわ。ああ、軍もこういう時には役に立つ。お待ちください。ここは誰も来ませんから。ここ出て席なえないか。あいにく満員で、今検察中なので、空席になったら知らせに来ます。ちょっと、少しでください。ちょっと、ごめんなさい。家って人なんやと思ってるんですかね。けど軍の命令なら。軍ってほんまに下に触る。軍なら何してもええっちゅうのか。貴様たちが遅らせたり人を立たしよったり。けど奥のために戦ってはる軍隊の偉い人なら。そんなことない。見てみ、随分立ってる人間がいてるやないか。中にはお前、招集兵の赤だしきかけてる人間がていてるぞ。俺らのにあいつら一体何をしとる。一等車に踏んどり返って、おまけにまた邪魔やってわしらを出さしよう。あいつらほんまに国のためを戦おうと思うだろう。ほんまに国のためを思うんやったらな、招集兵が立ってるさかいこっち来て座れ。それぐらいのことしてな、初めて上に立つ人間の偉さとちゃうか。けどあいつら楽しんどんねん。すいません、その言わはる通りや、あいつら権力重ねきて楽しんどんねん。いくらあいつらがな、国のためはなんやかんや言うたってな、あいつらが楽しんでる限りにおいてはいつまでたっても戦争は終わらへん。おい、すいません、お盆の席は空いてないんです。もうちょっとここにいてください。その代わりここは誰もいりませんので。ああ、入ってきてもらっちゃ困るんですよね。いっぱいでも子供が泣いてしょうがない。彼らのこと、ここは軍の命令で立ち入り禁止です。だから入って。次は読むのかな。倒すにはまず敵を知れと言ってね。あ、スカッチか。やっぱり軍は大したもんだ。いや、久しぶりでうまい。さあさあ、今度いただくの。はい、しげこ。ここです。ああ、シゲコはやっぱり二人きりになれへんかったな。おい、けど一頭にいるよりここの方が気が楽です。そうか。一等車と同じ時間に着くさかいな。おい、はい、あなた970だ。あたたたたたた。どないした。なんや、汽車の中でぐでねじれたらしいわ。いくらまで勘定した。あ、970円。さあ、80、90、1000と。ほ
なお前に1000円渡しとくわ。まあ、確かに預かったし。預けるんやないがな。お前から店のもんの給料として渡してほしいね。そうやったな。でお前、前戸の主人と話していたんか。ああ、どうにかな。店も貸してもらうし、前戸っちゅう名前も使うことになった。その使い賃もな、家賃込みでな。そうか。お前もいろいろ大変やの。いや、これからの、これ渡しとくわ。この金はな、わしがお前の店に出資する金や。出資？ああ、もし儲けが出たら茂子に送ったってほしいな。でもや、せっかくやけどな、これは預かれんわ。お前なんもや、投資チームはな、確実に儲かる前にするもんや。けどわしは知っての通り、本職は受け渡しで商いは素人や。一からやっていかんならんし。そうか、お前も大変やの。お茶どうぞ。お茶がないで待ち待ちですけど。すみません。いやー、しかしまあ綺麗に片付いたもんやな。おかげで助かった。あ、これこれな、ここにあった品物のリストや。原価の1割高で引き取らせてもらったし。で、これが代金、調べてくれ。お前代金なんか。何言うとるんじゃ。お前とわしの商いじゃ。商いは別や。よっしゃ、ほな原価だよ。なんもや、どこの世界にな、儲けなしの取引するやつがいる。取っといてくれや。けどお前だって資金がいるやろ。商いってかなりの資金がいるもんやってびっくりした。今日まで貯金した給金もな、あっという間にのうなってしもた。ほれに前とは給金が安い。これからの、おざがこれ預かってくれや。何やこの太鼓。預けるんやったらな、郵便局か銀行街で。いや、ほらほやけど。なあ、待ってくれ。このわしもな、ほんま言うとそのためにも金がない方がええんじゃ。考えてもみ、1000円の資金で100円200円確実に儲けるのがプロとの商い。けどわしは素人や。儲ける自信も目どもない。それだかい、お前から分けてもらった品物を売って鼓膜をつないでいこう思とるんじゃ。でしょ。ほらな、お前預からんかて、抜かりお前の資金として使ってくれ言うたら。たもや、人間ってな、5000円の余分な金があったらついそれを当てにすんのが人情と違うか。ちょっと危ないな思う取引でも、あの5000円があるさかい損してもええ、それが一番怖いんじゃ。いや、もっと怖いわな、わしかてお前から借りっぱなしは嫌や。なんとか儲けて利子つけて返そうと思うやろ。けど素人のわしが無茶して儲かるはずがない。またはその気になるのも怖い。結局は一銭ものが頭が返ってきても合わす顔がないやろ。なあ、小坂、わしは別にお前に返してもらうことやな。分かってる。お前の気持ちはほんまにありがたい。なあ、もうや、わしとお前が今日までこうやって友達入れたんはな、どんだけ助けようとも金の貸し借りは一切なかった。せやさくと違うか。もし二人の間に金の貸し借りがあったら、もっと気まずい間になってたのと違うか。違かった。ほなこれ引っ込めよ。ああ。野坂、今度はこの金や。これはな、わしは倉崎のおっさんに渡そう思ってた金や。お前をおたら渡してくれ。まあ、確かに渡すさ、うん、奥さん、確かに預かりました。いや、ただやさかい、こんな人間でも今日まで勤まってきたんです。あ、ほんなんな、戸田崎のおっさんの預かり証と1000円の預かり証書くし、お前その品物を受け取り替えてくれ。お前まだ欠かそうっちゅうか。お前、おや、こういうやつやからな。あ、黒ども。あ、お父さん帰ってなかったんか。いや、これから将軍さんにご挨拶に行こう思ってたんですよ。あ、いや、将軍さんは明日の準備が忙しいて、で、ワイが代わりに来まして。あ、そうですか。これはどうもすまへん。いや、あの、予定通りにな、明日午前9時から送別会を行いますよって。あ、そうですか。ちょうどな、このいたちぶりからあんたの他に3人あの招集受けて出世しはんで、ああ、それであの、それ一緒にやるっちゅうかってな。あ、はい、あ、するとうちの旦さんも一緒ですか。さあ、前戸藩のことは聞いてへんな。いや、けど招集で明日出発なんです。前戸藩が一緒やったら他の問屋が承知せえへんのと違うか。まあ遠慮してもらった方がかえってええやろ。ほんでな、
8時半に明覚寺へ集合ってことになってますね。明覚寺？え、あそこそんな広いにはあったかな。いえ、本堂でありますね。お寺の本堂で？ええ、奥さん、それから喪服お持ちですか？喪服？え、福井ですけど。あんな結構ですわ。必ず数珠を持ってきてくれちょって。ちょっと旦さん、ええ、明日はわしらの送別会だしやろ。ええ、葬式と違いますね。うん、けど将軍さんは告別式は言うてありましたね。告別式？ええ、ほな、頼みますわ。はい、なら。どうすまへん。告別式やって。将軍さんの考えそうなこっちゃな、おい。わしはもう二度と帰れんかもしれんて。いや、お前は必ず帰ってくる。わしな、奥さんと一緒に待ってるし。はい。気になるな、その言葉。え、仕事一緒に待ってるやて。いや、じゃあ そんな意味で。いやいや、これは恥ずかしいや。小坂さん、はい、私にも一枚書いていただけませんか。一枚って何ですか。誓約書です。誓約書？はい、清子さんが訪ねてこられたら必ずお嫁にするって。奥さん、そんな書けませんか。けど、ノーだが仕事はな、東京行って清子さんと会うてお前との話決めてきたんや。え？お店持たれるんならなおのこと奥さんがいりますやろ。おい、わいの女房が初めてやりよった受け渡しや。ちゃんと受け取ってくれ。よし、しろ。ありがとう。よかったよかった。お願いします。ほんまに書くんですか。はい、それ先方送らんと受け渡す完了にはなりませんやろ。お株取られたやないか、お前。こんな書きますな。なあ、お前ら。はい、小坂さんに雇われたもんです。小坂？小坂どこにおんねん。そう、知りまへん。呼んでこいよ。わしら小坂さんに雇われたとか、あんたに雇われたじゃなかばい。ここの家はわしの家や。背中に無断で出入りなんかすんな。今日は荷物持ってきただけです。おかえりです。おかえり。荷物運びました。あ、ご苦労さん。ほな、明日から来。へい。ご苦労さん。小坂。はい。このわしという主人がいいのに見えすぎた主人が押すなよ。はい、それはわては彼とも毎度商店として営業するんです。ご主人さんは毎度ってお方です。そんなやったらあの連中にも言うとけ。この主人がわしだって。いえ、旦さんやのうて毎度さんです。その毎度がわしじゃないかい。いえ、人間やおまへん。毎度商店というご先代が築きはった名前がご主人さんです。そうか、よし、わかった。ほんなら言うとくけどもな、その先代が作った前戸商店って名前を受け継ぐこのわしが出世すんねん。その見送りの手はずはついてんねやろな。明日は8時半に出発します。なんでそんな早すんねん。9時から板地堀の出世兵士を見送る送別会があるんだす。誰が送んねん。もうやんやよその問屋の人たちです。それに岩礁の若旦さんも言ってます。何や、いたちぶりのお前、出世兵士がみんな揃って送別会やるちゅうのに、このわし入れんちゅうのかい。そうか。よし、わかった。入れんのやったら入れんでべ。そんで、見送り人を集めたんやろな。見送り人？せやないか。あっちはお前見送り人は大勢、こっちはパラパラで恥かかすのかい。人集めてくれ。旦さん、見送り人は、集めるもんやおまへん、集まってくれるもんだ。そんなこと分かってるわや。けどな、いたちおりの連中がみんなお前このおはよう目の敵にしとんねん。来とうても来よらんやろ。せやさかに人集めちゅうてんねん。日当出してめ。できんのかいな。え、お前、
わしが集めたる。わしが集めたるわい。気ぃつけや。あんたも気ぃつけちゃえ。そのまま、そのまま。すみません。ゆっくり。あ、ええな。よし。よし。よし。離せよ。さあ、いよいよ城を明け渡しか。明け渡しやありません。一時しまうとこです。まだかけられたらええけどな。あんた、そんな気弱なのやめてください。なんとか生きて帰って、このいたち堀にもう一回看板かけてください。もちろんそのつもりや。そのつもりやけどな、わしはあの一等賞の将校のこと思ったら腹立ってな。なんでわしがあいつらのために看板を下ろして兵隊行かんなら。よっしゃ、みんな中入ってくれ。はい。ええか、お前ら今日から大阪の店で働くんや。大阪を主人と思って一生懸命働け。はい、はい、の約束せ。約束。ああ、一人ずつ約束すんなよ。まず青木、お前は客扱いは女さえないし、受け答えもちゃんとやれるけど、お前は最後までちゃんと締めくくれんとこあるな。自分でやったことは最後までちゃんと責任持てる男になれ。します。よし。伊藤、お前は小回りも利くし賢いとこもあるけど、全てに関して中途半端や。たとえ失敗してもええ、中途半端な人間にだけはなるな。ええか。はい、何とかやってみます。その何とかちゅうのが中途半端や。ちゅうとるんじゃ。はい、徹底的にやります。よし。上田、お前は人一倍どんくさいね。器用になるって。誰が器用になれ言うた。大体がお前のその言葉や。言葉を直す。誰が言葉直せ言うた。お前のいかんとこはそこや。人に言われたことをじっと考えようとせん。それではいつまでたってもええ飽きんどにはなれんぞ。わかったか。よし。ええか、飽きんどっちゅうのはな、車と一緒や。車にもいろんな型があるな。かといってわしはお前らにみんな同じ型の車になれとは言わん。青木はバタバタの三輪トラックや。けどすぐに途中で故障してや、目的地へ使えへん。伊藤、お前は自転車やけどな、すぐにペダルを踏む足が疲れる。上田は第八車やけど、坂の途中へ行ったらズルズルズル下へ下がってしまう。ええか、三輪トラックでもええ、自転車でもええ、第八車でもええ、ちゃんと最後には目的地へ着かなあかんちことや。一生懸命やってや、そんで最後にちゃんと目的地へ着ける車になってくれ。そんでわしが帰ってきたらわしびっくりさせてくれや。で、モーさん、約束します。前も約束します。わしもする。よし、その意気やぞ。ほらな、わしはちょっと手ないってさ。おいし、ほら行ってくる。行ってらっしゃい。あ、こんにちは。おい、美子さん。あんた、はい、あの昨日お寺の前を通ったら、明日の見送りにはもう服を着て数珠を持ってこいって書いてあったから、どうなったんですか。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。何、出征兵士の見送りに。はっ。おい、戦死者の告別式と一緒にやるっていうんじゃないのか。はっ、自分もそう思ったのでありますが、これが寺に貼ってありました。出征兵士告別式。何、主催団体はどこだ。はっ、いたち堀の問屋の主人と聞きました。ふざけたやつだ。ふざけたやつじゃすまんな。もしこれが事実だとすれば、これから戦地行く連中の士気にも影響する。明らかに反戦運動だ。はい、あ、ようがらどうも。ご不安な。あ、お忙しいとこ、ようがいで。どう、春さん、どないしてありました。顔色悪いもんすな。いや、どないもない。大丈夫ですか。
将軍さん。おい、仏が早こなんだら葬式が始まらんがな。将軍さん、ほんまに葬式やらはるんで。おう、早くと支度し。おい、仏と客が一緒に入る葬式なんて聞いたことないな。お前旦さん、そろそろ時間ですけど。何人ぐらい集まったんや。はい、5、6人出す。何？あれだけ電話かけてんのに。水商売の人でっか。そうや。それは無理ですやろ。旦さんがいてはるんやったらいざ知らず出世されたらもうお客さんと違いますし。もう8時半です。なんでそんなに急がすねん。後が使えてますし。そんなにもうの見送りに来たかったら行ったらええねんないか。わかりました。おい、ほんまに行くのかいな。小坂さん、また一人帰りましたね。わかった、今行くかな。何してはんねやろ。ほんまに忙しいのね。え、あキャッ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 。まだね、最近ああ太鼓も上がったしね。なんだいそ。どうだな、小宮出ます。この度はどうも。やばいやつです。いや、この度はほんまにご苦労のことでございます。在郷軍人会の人は。おい、どないしたん。来てくれることになってたんですけど。さようか。けどなんだな、温度取る人がいてしまえんかったら見送られしまえんがな。そうだな。ええ、しゃあない。なあ、わたいやらせてもらえまようか。お願いします。さようか。はい、そんな。ご町内の皆さん、この度前戸半とこのご主人の前戸文治陸軍。あら、何というですか。まだ階級はおまへん。それで書いた話も。陸軍赤べたの では、ただいまから告別式を行います。喪主ご挨拶。皆さん、本日はご多忙にもかかわらず仏をお見送りにお越しくださいましてありがたくお礼申し上げます。私が出征兵士をこんなことで見送るのは別にふざけてやったわけやございませんので、この板ちょりは出征兵士が出るたんびに町が死んでいきます。まあ考えてみておりやす。ここにいる連中、板ちょりへ何のためにやってきた。アキンドになるためにやってきたんです。でっちの頃からそろばんを覚え、機械の油の匂いを嗅いで汗と涙で一人前の飽きんどになりよったんです。鉄砲持った目はないんです。その間十何年何のために苦労をしてきたんです。商いのもとでは飽きんどだす。工場ならまだ機械が助けてくれます。百姓などたとえほったらかしといても残った苗からなすびが一つぐらいなるんです。商いは飽きんどがおらなんだら何にもできんのです。これはいたちぼりを殺すことです。まだ腹の立つことは、その戦争の道具作る機械を最初に仕入れたんがこの板
ったつもりやということです。その機会で軍需工場は大きなって儲けるだけ儲け腐る。そのおかげでいたつもりは死んでいくことだす。そんなバカなことがおおましかい。このいたつもりは己で己の首を絞めたんだす。これは自殺の葬式でもあるんです。軍隊に入りました暁には本骨再審お悔いのために尽くしたいと思います。つきましては何卒よろしくお願いいたします。すいません。小宮さんは何や、誰か呼びに来て帰りはりました。さよか、しょうへんな。わてが温度とって万歳と行きまよか。なんかごめんやす。駅までお送りしまようか。私ちょっと急ぎますって帰らせてもらいます。お元気で。いや、あのね、わてらだけでもお送りしまようか。せーの、かってくるぞ、勇ましく、威張って国を出たからにゃ、せがらかけずになろうか。代表して山下茂三君にご挨拶をお願いします。皆さん、今日はわいらのために盛大に葬式をやっていただいてほんまに大きいありがさんでございます。さっき将軍さんが言わはった通り、わいら地獄へ行くんですわ。店放って店のもん残していくんだっすわ。中にはなれん嫁はんに店任していくもんもおりますかと思ったら、わいらみたいに店閉めていくもんもおります。その間みんな死んでまんねん。ほんまに死んでるんだっせ。将軍さん、将軍さん、憲兵隊だす。まあ落ち着いておくれ。座っておくれ。誰も動くな。こ
この催しの責任者は誰だ。答え出ます。貴様か。神野郎、なんでどつきな。出征兵士を葬式で送り出すとは何事だ。あの出征兵士を生きて帰ってくな、死んで帰ってこいと言うたはんのは旦那だよ、おまへんか。それがどうした。死んで帰ってくるもん手回しよう葬式出して何でいけまへん。いたちぼりは無駄なことはせいしまへん。何？おい親父、軍は確かに死んで帰ってこいと言っておるが、それは国のために戦死し五穀の鬼と化して帰ってこいと言っておるんで、それを迎えるのが葬式なんだ。この連中が何をした。五穀の鬼となったのか。なのにどうして葬式を出すんだ。ごまかしてもダメだぞ貴様。出征兵士を弔いで送り出して軍を批判しとるんだ。違うか。その通りだす。白状したな。全員に告ぐ。この場にいる者は全員憲兵隊まで連行する。おら、何だ。待ってくれ。この責任はわい一人だす。他の者は何にも知りまへん。知らんと来てるんだす。何にも知らない者がどうして喪服を着てるんだ。なぜみんな数珠を持ってるんだ。連行しろ。待て。先生、見てくれはってもあきまへん。もう手遅れだす。この心臓はもうこの間うちから破裂寸前や。違いまっか先生。そうや、そやさかい無茶したらいかんと。そうさ、そんなに体悪いのに。もうせやさかい葬式やったんや。憲兵はほんま言うとな、わたいが死んでも嫌われ者のわたいの葬式に誰も集まってくれしまへん。せやさかいわたい大勢の人を集めたんだす。わいの葬式行産の人に参ってもらいとおますから。そう思てな、狙いはそれでおましたんや。分かっとくれやす。よかった、これでわいの葬式大勢参ってくれはった。もう翔太さん、小坂か。はい、いたちぼり頼むで。